絶対に金運が上がるための部屋の法則っていうのがあるんですよね。こんにちは、矢野慶三です。幸運スマイチャンネルへようこそ。今日はですね、金運爆上がり、絶対にお金が貯まる部屋の特徴5選って話をねしたいと思っています。実際ですね、金運が上がる部屋と金運が下がる部屋って、つくづくねあるなぁと実感しているところがあるんですけども、そういったところですね、このことを本当に知らないと意図的に金運を上げるのが難しいというふうに私は感じてるんですよね。そこでですね、今回のこの動画を見ていただいたら、金運がですね爆上がる部屋の使い方とか考え方っていうものを知ることができるようになりますので、最後までご覧ください。そしてね、動画の一番最後なんですけども、今回のワンポイントアドバイスというコーナーもありますので、最後までね楽しくご覧いただけると嬉しく思います。そしてね、チャンネル登録いただいている方から喜びの声たくさんいただいているんですけども、もしねチャンネル登録されていないようでしたら、ぜひねこれを機にチャンネル登録をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、その1からいきましょう。その1はですね、まず収入と支出のバランスが見合ってるかどうかっていう、すごくリアルなところから話したいと思います。例えばですね、収入に対しての家賃が高い部屋っていうのをもしね、借りていたとしたら、例えばこの後話するその2の話する内容の意識をしていない限り、金運がねだだ下がりするっていうのがあるんですよね。まあ当然ですよね。その収入に対して家賃が高ければ、それだけどんどんお金がなくなっていくわけだからですよね。ですけども、この2020年2021年のようなコロナ禍とかですね、これから迎えるアフターコロナの時代に対してですね、どんどん今収入がね横ばいか下がっていきつつあるような人がですね、今の場所に本当に住んでいて大丈夫なのかどうかっていうところもしっかり見定める必要があるというふうに思うんですよね。今まで通りにいかない可能性がある。それがですね、上向いていきそうなのか下向いていきそうなのか、そこをちゃんと見定めながら、どこに住むのかということをね真剣に考える必要があると思うんですけども、金を逃す人っていうのは大体見栄とかプライドが高い人が多いんですよね。なのでそこに対してですね、見栄とかプライドを優先させないっていう風な判断が1個目に金運を上げる部屋なのか下げる部屋なのかということに大きく関わっているんだっていうところからまずねスタートしたいと思います。ちょっとね耳が痛くなるような話かも分かりませんが、すごいね大切な話なんですよね。はい。そしてね、その次、先ほど話したその1の内容に対して、もしあなたが今住んでいる場所にですね、夢を盛り込んで先行投資する場所として使うんであれば OK だって話をしたいと思います。というのもですね、一つ目の今払っている場所がですね、三重ではなくて、あなたがこれからやっていこうと思っていることの先行投資としての場所になっているんであれば問題がないという話をしたいと思うんですよね。ちなみに私は最近オフィスの場所を変えたんですけども、以前ですね、いたところっていうのは、コロナの関係で一時避難的にちょっと場所をね変更していたところでもあったんですけども、そこからですね、これから数年間、ここがいいぞと思ったところをずっと探してて、ここの場所が空いてたらいいのになというところがあったんですよね。でそこの場所がですね、調べたら空いていて、そしてもちろんそこの賃料というのはそれなりにするとしたとしても、私としては、それがですね先行投資になって、よりですね、例えばこの幸運スマイチャンネルが多くの人に知ってもらえるきっかけになったりとか、私自身がどんどんクリエイティブになって、こういった情報がね、仕事もしながらこういう YouTube を使って情報発信するっていうことがどんどん両方が加速していけばなというふうな形で、例えば私の場合はそういうイメージで先行投資をしているという形でやっています。なのでもしね、あなたにとって例えば一般的な話でいくと、実際私の知り合いとかでも、東京のですね自由が丘という場所があるんですけども、例えばそこに住むということをねした友人がいるんですけども、彼とかはですね、やはり近隣で出会う人たちの意識が高かったり、それなりの収入層の人たちと出会えるんでですね、自分の中のステータスがすごく上がったりとかですね、そういう、なんていうか豊かな環境を手に入れるための、投資として活用したっていう例があったりするんですよね。でこれもね、見栄を張っているかどうかっていうのはもちろん大きな違いなんですけども、そういうふうにして自分たちがそういう人たちとふさわしい人間になっていって、実際そういうライフステージを手に入れるというふうにしてやるのであれば OK だと思うんですよね。
それ以外にもですね、私の知り合いで本を出すという時にですね、鎌倉に引っ越すって言ったんですよね。なんで鎌倉なのかって聞いたら、いや鎌倉といえば文豪の都市でしょうとか町でしょうというふうに言って、ベストセラーの本を書くんだったらやはり鎌倉に住んでいい文章を書きたいというふうにして彼は言ってですね、で実際に彼は鎌倉に引っ越した後ベストセラーを、ね、連発したということをしたんですけども、そういうふうにしてですね、その住む場所に先に先行投資をして、そしてそこにねふさわしい自分になっていく、要するにまとめるとですね、意図して本気で先行投資することで金運がアップしていくんだということをね、ぜひね知ってほしいなというふうに思います。これね、その1の見栄を張るんではなくて先行投資がどうかっていうその2の話、ここをね綺麗に区分けして聞くようにしてほしいなというふうに思います。はい、ということでですね、その1とその2をお伝えしました。そしてその時その3はですね、あなたの思考を邪魔しない空間構成になっているかどうかっていうのがポイントになってくるんですよね。でこれね、金運を上げるとかですね、運気を上げるっていうのは基本的にあなたの思考が混乱してなくてすごくすっきりしてクリアな状態になっているかどうかが必須条件だというふうに思ってほしいんですよね。というのもですね、あなた自身の思考がクリアじゃないといろんなものに混乱してしまってですね、それこそ運気を上げるっていうところに意図がいかないからなんですよね。じゃあどうすればいいのかということで、この思考をクリアにするための部屋の3大要素って話をねこれからしたいと思います。はい、そして、ね、まずその要素その1からいきますけど、その要素その1は物が少ないというところなんですよね。この話もね何回もしてるんで、もう耳にタコできた人がいるかも分かりませんが、一般の人はですね、家に2万点ぐらい、いろいろ持っていたとしたら、お金持ちの人たちってだいたい7000点ぐらいだっていう、データがあるんですけども、だいたい一般の方の3分の1ぐらいしか物を持っていないっていうのがあるんですよね。そういったところから考えても、本当に必要なものだけを家に置いているっていうような形をすると。いうふうにすることで物が少なくなる。そして物が少なくなると、ある意味ですね、雑多なノイズがなくなるようなイメージなんですよね。でノイズがなくなると思考がクリアになりやすいというようなイメージを掴んでいただいたらいいと思うんですけども、とにかく物が多い方は思考がクリアになりにくいので、物を減らすというところからスタートしてほしいと思います。そしてその2はですね、匂いがしないということなんですよね。これね本当にすごく大切な要素で、普段から部屋の、香りっていうものをすごく気にしている方っていうのは、どん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 クリエイティブな仕事ができるようになるっていうのは、実際の幸せな成功者の、知り合いとかね、そういった方見てても、常にその場の香りをすごく意識しながら、今日はこの香りでちょっとやろう、プシュプシュってやりながら、そしてなんか対談を始めるとか、そういったことをねすごく意識してやってる方が多いんですよね。そういったところから、やはり匂いっていうのは脳にダイレクトに、快か不快かを与えるものがあるので、もしね、不快な匂いがしていたら、それはもう自分のテンションが下がっていくっていう要素になってるんだと。そうするとネガティブな思考で蔓延すると思考がクリアにならないんだということも、合わせてね知っておいてほしいと思います。はい、そしてね、その3は思考にすごく深く関わっている、脳をしっかり休めることができるか、いわゆる熟睡できる環境があるかどうかなんですよね。この話もね私よくやってるので、どれもこれも聞いたことがあるかも分かりませんが、このねやはりその1のものが、まず少ないっていうのと、その2の、匂いがしないっていうのと、そしてこのね、その3の熟睡できる環境かと、この3つっていうのはあなたの思考をどれだけクリアにすることができるかとすごく直結してるんだということを改めて認識して、そしてねしっかり熟睡できるように環境を整えてください。特に日本人はですね、平均睡眠時間が極端に短い国民なんですよね。だいたいフランスとかあっちの方の国に行くとですね、先進国の中でも、そういった国に行くとですね、だいたい平均睡眠時間8時間以上取ってる家っていうか家庭が多いんですよね。でそれに対して日本人は平均睡眠時間が6時間半ないぐらいだと言われてるんですよね。で他の例えばアメリカとかでも、7時間確か40分ぐらい取っていたと思うんですけども、それぐらい日本人って、寝不足になってるんだということも知っておいてください。なので、最低7時間半ぐらいは寝るように、する。そして熟睡して、そして脳をクリアにするということを、意識するっていうのをね、本気でやっていただけたらなというふうに思います。はい、そしてね、その次、その4なんですけど、その4はですね、
いつでももてなせれるような部屋にする、家にするっていうことがポイントなんですよね。でこれね、私この話よくするんですけども、なんで家にもてなすことがいいのかっていうと、実はね、人と深くね つながれる最強のツールだからなんですよね。家に人をもてなすっていうことは、相手はウェルカムされているっていうことで、プライベートでつながるっていう感覚を持ってくれるから、仕事上で知り合った人だとしてもですね、個人と個人でつながると、その信頼関係の深さっていうのは他のものと全然変わってくるんですよね。そういった意味でも、家にもてなすっていうのは繰り返しますけども、人と深くつながれる最強のツールなんだということをね、ぜひ知っておいてください。というのもですね、どんどん夢を叶えて幸せになる人たちをたくさん見てきてますけども、常にこの人たちはですね、プライベートでパーティーを開いたりとか、なんかそんなことをしてですね、自分の家に人と人を招いて、この人とこの人をひっつけたら面白くなるんじゃないかなっていうことばっかし考えていて、それをね楽しむっていうことをすごくしていたりするんですよね。でそういうのもたくさん見てきたし、私自身もコロナになるまではそういったことを意識してやってましたけども、やはりね、そういった中から豊かな流れがどんどんできるなっていうのは実感としてもあるので、ぜひねこれもおすすめの一つです。はい、そして、ね、最後その後なんですけど、その後はですね、あなたにとってその場所が大好きな場所かどうかっていう話なんですよね。この話も、ね、繰り返ししてるんですけども、本当に大切なので、ぜひね意識してほしいんです。というのもですね、どんどん幸運や金運を引き寄せる人に、あなたは住んでいる家が好きですかとか、部屋が好きですかっていうインタビューをこれまでたくさんしてきたんですけども、ほとんどの人がどういうふうにして答えるかというと、これなんですよね。嫌いなところに住んでいる人なんているんですかっていうふうにして言うんですよ。これね、すごく嫌味っぽく聞こえるかというと、本当に純粋に好きな場所に住むっていうのが普通なんじゃないのって思っている人たちがほとんどなんですよね。でそういった人たちって、実は、お金が手に入ってから、夢が叶ってから、そういうふうになってるんかというと、そうじゃなくて、例えばね、お金がなかった頃から自分が好きな場所に住む、ないし自分が意味があってそこの場所に住んで、そしてその場所から成長していくんだっていうふうに捉えてるので、その場所が嫌いだっていう感じで住んでるわけじゃなかったっていうことが分かってきたんですよね。例えばですね、そういう人たちの話を聞くとよく出てくるのが、20代の前半は4畳半でお風呂なしでトイレ共同のようなところに住んでいたっていうふうにして言うんですよね。で、そういう場所に住んでいて、そこの場所が嫌いだったかって聞いたら、いやいや嫌いで住んでいたんじゃなくて、ここの場所がですね、自分の人生を切り開いていくための初めの一歩の場所なんだっていうふうにして思って住んでいたっていうんですよね。なんでそう思ってたんですかって聞くと、もしね、自分がいろんな意味で生活で、人生で、トライして失敗したとして、毎月これぐらいのしか、ぐらいしかお金がもしね手に入らなかったとしても、この場所だったら住めるっていうその感覚をしっかり養って、そして、そうすることでこの場所に住んでも自分は生きていけれるんだっていう感覚を身につければ、どんなことでもチャレンジしていって、ちょっとやそっとの失敗でもくじけずにやっていけれるようになるんだっていうふうにして言うんですよね。なので、懐かしくてあの場所を、また見るだけで自分は初心に戻れるんだみたいなことを言うんですよね。この感覚がですね、ですからお金がなかった時からそういう意識でやっていってたということをぜひね、多くの人にも感じてもらって、そしてあなた自身が今住んでいる場所に対して、今日お伝えしたような要素を本気で考えてですね、あなたがそこに住む理由の中に夢を盛り込むとか、あなたの好きな場所に少しでもしていく、もしね、あなたが今そこに住んでいる家のことが大嫌いだったとしたら、1ミリでもいいので好きになる要素を見つけて、そしてそれをしっかり努力して好きになるようにしていってほしいなと思います。例えば、玄関だけは自慢ができるとかでもいいと思うんですよね。どんなところでもいいので、ぜひね、今日の話本当にね、実践できそうなところから実践して実感するということをね、ぜひやってみてください。はい、ということで、ね、そろそろ話これ終わりますけども、今日の感想ね、よかったらコメント欄からどしどしお寄せください。毎回ね、すごい楽しみに拝見しています。あとね、リクエストがある方も、よかったらね、コメント欄からお寄せください。またね、動画で取りまとめてお伝えするようなこともやっていますので、よろしくお願いいたします。あとね、コメント欄に感想いただく方も、感想じゃなくて質問いただく方もいるんですけども、この質問に対しては直接ちょっとお答えする時間がないので申し訳ないんですけども、またね、動画で取りまとめてお伝えするというようなこともやってますので、少しね、首を長くしてお待ちください。はい、そしてね、私は普段矢野慶三公式 LINE というのもやっています。この公式 LINE ではですね、ここに挙げているような5つの動画を、
プレゼントさせていただいていて、もう一本ね有料の動画をプレゼントしています。よかったらね概要欄の一番上に詳細がありますので、友達になってこのプレゼントをぜひねゲットしてみてください。はい、ということでね、そろそろ終わりに近づいてますけども、チャンネル登録がまだの方はこのタイミングでチャンネル登録とね高評価のグッドボタンを押していただけると励みになります。よろしくお願いします。はい、そして、ね、最後に一つお知らせがあります。私は普段幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンをですね、Facebook のグループ内でやっています。有料でやっているサロンならではのですね、クローズ環境でしかお伝えできないですね、有益な情報を、こういったところでお伝えしたりとか、サロンメンバーの個別の毎月のね、運気がアップする、方法とかいう話をしたりとかですね、あとは月に1回から2回直接私に音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっています。興味がある方はですね、概要欄の2段目あたりに詳細がありますので、それを覗いてみてください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、最後になりますけども、今回のワンポイントアドバイスです。ワンポイントアドバイスはですね、まず脳にダイレクトに快か不快かを与える匂いっていうものにフォーカスして、そして匂いの元を立つっていうことをやりながら、そしてねアロマとかお香でいい香りをさせるっていうことをぜひね、今日のこの話を聞いた後すぐに、どっかの場所で実践してください。玄関でもいいです、リビングでもいいです、寝室でもいいです。好きな場所で一箇所ねいい香りに変えるっていうことをこの後意識してやってください。そうすることでね、そこの場所にいるだけで本当に気持ちよくなれるっていう実感をね持てると、これね締めたもんだと思うんですよね。ぜひね、トライしてみてください。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。